草間小鳥子は日本の詩人。母は児童文学作家の岡田菊子。高校在学中からラジオパーソナリティとして活動を始め、BS 朝日キャスター第4代横浜観光新全大使、リポーターとして活動していた。日本女子大学文学部英文学科卒業後、ポニーキャニオンの映像プロデューサーを経て文筆業となる。英検一級。 知的財産二級管理技能士を持つ。2012年より童話の執筆。2013年より試作を始める。2016年にザフトに一枚。で、第14回北日本児童文学賞、最優秀賞を受賞。2018年、使と思想新人賞を受賞。2019年、資生堂の機関誌、花椿の付録として、招集。 ビオトープを発表。2020年、死終、あの日、水の森で、より観光され、第71回 a 一史上候補となった。2018年より、女優の熊谷美香、音楽家の茂野正道と共に、ポエトリーリーディングユニット、ポイティック、マイカドロップス。テレビ朝日 BS 朝日テレ朝チャンネルフジテレビ、FM サルース小学館主婦の友者。 ありがとうございます。